So it happens that Hotshot CDs, now everybody's golf, that were born in PS1 days but are still, you know, alive and kicking throughout the life of PlayStation. 日本ではゴルフゲームって全く売れてない時代だったんですね。リリースされた、ゲームがこんなの待ってたよみたいな雰囲気でどんどん受け入れられてきたので、とてもびっくりしましたね。すごく盛り上がりました。Every single title in that franchise is meticulously created by the same creator with the same vision and with new technology and new features。は、ミンゴラ、これまでゲームの中で用意されているキャラクターしか使えなかったんですけども、本当にその、ゴルフ場に自分自身の分身を、送り込んで楽しむっていうのはこれまでのシリーズにはほとんどなかった感覚じゃないかなと思います。いうのは重要なポイントだというふうに思っています。でそれは自分の姿を作るというのももちろんそうですけれども、自分がなりたい人を作り上げるという意味でも重要な、ポジションを今回になっているというふうに思ってます。というゲームだったんですけども、みんなのゴルフは9ホールが一体ドンとこう目の前に広がっているっていう世界を作るところまで来れたので、そういう意味ではショットの気持ちよさだけじゃなくてゴルフ場に行った時の開放感であるとか、オンラインにつないでギャラリーになって人のプレーを見るような楽しさみたいなところまで本当の意味でのゴルフ全体を、再現できるっていうゲームになってると思います。オープンワールドとして、でそこで、いろんな人がオンラインで入ってきてる中で、ゴルフプレーをしたりその他のアクティビティをしてきたりするみたいなところで。So the Everybody's Golf, the new name, is actually the literal translation of Minna no Golf. That in Japanese means Everybody's Golf. Nice shot. So that I think is very, very important for the fans of the franchise to be able to enjoy the same consistent feel to it with the every time, you know, some updated new features, inclusion of new text.もしホットショットゴルフというタトゥーを入れてしまってる人がいたら、もう一回エブリバディーズゴルフというタトゥーを入れ直してください。